久保さん、こんばんは。そして久保さんのチャンネルを見ている視聴者の皆様、改めまして、これはこんばんはというか、もうよくわかんない時間になってしまってるんですけど、改めまして、おはようございます、ちょっとあれですけど、気になる男の覆面 YouTuber タカです。もともと一回この第気になる男第4話に関してはちょっと夕方に、撮ったんですけど、もう一度ちょっと朝じゃないですけど、ずっと起きてて、いろいろこうずっと考えてて、ちょっともう一回撮ろうということで、もう一回撮ってる次第ですね。はい。なのでっていうわけじゃないですけど、はい、では行きます。で、久保さんが言っていた、やっぱりそのがっつき精神でいけばいいっていうところ、もう今回本当に乗っていこうと、このウェーブに、大きなウェーブですよね、言ったらもう本当にこの波に、乗っていこうと思ってるんですね。本当にもうせっかく自分からというかね、久保さん一緒にやってくださいという声をかけてね、始まったところもありますんでね、じゃあもうこのまま行くしかないと、もう本当に久保さんが言ってたね、ずかずかとね、やっていく。でももう今回はそこに乗らせていただこうかなと思いまして、で、久保さんのサービス精神に少し預かろうというところをもう乗っからせてもらおうというところをすごく感じています、本当に。で、久保さんの方が、プロモーションを私にそのお願いしたとして、と、私がプロモーションをちょっと応援する、そして売り上げが上がったらその、まあ、ありがとうございますみたいになるよねみたいな話もしてくれてて、いや、もうここまで、言っていただいたんだから、もうここでね、正式にちょっとお願いをしようかなと思いまして、まあ、この場を借りてですね、今回、久保さん、私の、まあ、塾ですね、覆面 YouTuber アカデミーというね、スライド動画で顔出しなしで30分で作業して動画を作るっていう、まあ、塾、動画をね、作っていくっていう、まあ、コミュニティ、まあ、塾なんですけどもね、このプロモーションのお手伝いの応援というのをしていただきたいなと、まあ、すでにもうこの状態でね、気になる男という形で、紹介していただいていると思うんですけども、もう今回正式にですね、正式にっていうことはあれですけど、まあ、ちゃんと言語化、言葉にして出していなかったところがありましたのでね、改めて、今回私の塾ですね、10月の末に、吉谷さんの方が、プロモーションからセールスというのをもうお願いしていますので、しておりますと、それと同時にですね、一人でも多くその YouTube をやろうとしてできなかった方、やりたいんだけどできなかった方、そういう思いがある方は少し私のことっていうところを気に留めていただいて、この覆面 YouTuber タカとはどういうものなの、どういう人なのかと、信じれる人間なのかと、塾に入る価値がある男なのかと、そういうところも鑑みていただいてですね、この気になる男シリーズで判断していただいて、そうやって見極めていただければいいかなと思います。私としては本当に長く塾生さん、私の塾に入っていた方とは長くお付き合いしていただきたいっていうところがあるんですね。どちらかというと本当に今頑張ってる塾生さんも本当に毎日毎日頑張っていて、本当に頭が下がる思いで、私も塾生のチャンネルをだいたいいつもウォッチしてるんですけど、本当にしっかりと更新滞ることなくやってるので本当にすごいなと。で、そういう方が一人でもこう多くやっていくと、やっぱりそれってこれからの人生に対して
本当に大きな変化が起きると思うんですね。今までやっていなかったことを新しく挑戦して、そしてやっていく、これって本当に人生に対して本気で向かい合って、そしてそのことに対して人生自分と向き合い、そしてその自分の何でしょう、なんか今までうまくいかなかった人生を帳消しにするというか、絶対に変えてやるんだと、ここで変えないともう一生変わらないぞみたいな、その熱い思いというかね、もうここまで来てね、っていうところもあると思うんです。もちろんね、これを聞いている方は速稼塾生の方だったりもしていると思いますので、なかなかね、お金の面では難しいとは思いますんです、思うんですけれどもね、そういうことはちょっと一切抜き、一切あまりちょっと自分はあんまり考えてなくて、本当に自分と一緒にやっていきたい方ですね。どちらかというと自分と本当にやっていいんだって思う方は声をかけていただきたいなというところがあり、そして今回、久保さんにプロモーションの方、応援のお願いを、この場をお借りて、させていただきたいということで、久保さん、どうぞ、今回の、覆面 YouTuber アカデミーの塾のプロモーションですね、お手伝いの方お願い、お手伝いの方、応援の方をどうぞよろしくお願いいたします。この気になる男シリーズですね、きっとこの気になる男シリーズを続けていくことによって、誰か一人でもね、YouTube をやってなかった方がやれるようになって、きっと この気になる男シリーズが聞いててよかったと、何かのきっかけになったと言ってくれる人が一人でも多くいてくれることを願っている次第で、ありますね。はい、というところで、本当に今回そのいろいろと久保さんの方からね、お話をしていただいて、私もそのこの YouTube 一本にかけているので専業でやってるんですね。なので、全ての質問に対してはしっかり答えようと思ってますし、本当にその一からの初心者、全くパソコンができないっていう方はいないかもしれないですけど、パソコンのトラブルに関しても私元というか IT エンジニアを15年間やってきたので、本当にいろんな質問に対して、パソコンに対してはほとんど答えれると思いますのでね、どんな問題でも解決できる、できますのでね、ぜひもしね気が向いたらですね、気が向いたら、興味を持っていただいたらいいのかなと思います。そして、久保さんの方がこうやって、誠実に応援していただくことによって、よりね、自分もこう本気でやらなければいけないと、この久保さんの お声がかかった人の、久保さんのその、速稼塾塾生ならだけでなく、久保さんとね、お付き合いしていただいた方のね、ですからその、何でしょう、その方をお預かりするっていうつもりで、真摯に向き合おうと思っておりますので、そういう気持ちで私、この気になる男シリーズとしてですね、こちらのチャンネルに顔を出して、出させていただいているというちょっと強い思いで私やっておりますので、まあ確かにね、久保さんの方からはそんなに深く考えることないよと、ちょっとね言ってもらったんですけど、まあ自分はそういうちょっと強い思いというか、まあ、ちょっとこの深夜のね2時22分にそういうこんなこと言ってもあれなんですけど、なんかこうちょっとやっぱり言わなければいけないなと、言わなければいけないことはしっかり言うということをやっぱりずっと逃げてたところもあって、自分がね、誰かのお願いをするっていうのはやっぱり良くないことなんじゃないかと思ったんですけどね、もうそういうことを言ってる段階ではないと、自分一人の力でできないんであれば周りの人に手伝って、応援してくれる方に引き上げてもらうという形でいくと私自身も決めてね、そしてその引き上げて、
ていただいたことによってね、私がしっかりと実績で恩返しという形でいくともう決めましたので、絶対に実績で恩返しと、今の私ではね、何を返すっていうことはおそらくちょっとできないんですけど、今の状態。ただ今回の気になる男シリーズでね、大きな大きな大きな何かが起きてですね、そして必ず実績で恩返しという強い気持ちで、私ここで今決意表明をしていますので、多分この動画は一生残ると思いますので、その言葉に二言がないようにしっかりと頑張っていきたい次第でございます。そして久保さんが今回のお話で言っていただいた、ビジネスは信頼関係で成り立っていると、感謝と提供で成り立っていると、なので心配事とか遠慮とはそこにいらないと、もうしっかり言って言われましたのでね、もう今回の遠慮ということをもう なく、本当にこれを聞いている方々がより素晴らしい人生を送るためのきっかけという形になってほしいと思い、もう一度ね、ちょっとこの夜に気になる男代表を撮らせていただきました。ということで、私含め YouTuber タカと、まだね、まだ4話しかしてないんで、どういう人間かどういうものかわからないと思うんですけどね、この回を重ねるごとに、どういう人間かを見極めてもらって、考えていただければ良いかなと。そして久保さんの応援を背中に受けながら私頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。覆面 YouTuber タカでした。第4話終わらせていただきます。ここまでご視聴、ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。失礼いたします。